上方落語の旅ネタ話の代表作に東の旅という一群の話がございます。本来は伊勢参宮神のにぎわいというありがたい名題がついておりますが、一般的には東の旅とこう呼ばれております。気の合った二人が大阪を旅立ちまして、暗がり峠を越えて奈良の町へと入ってまいります。そして奈良見物をする。でこの部分が奈良名所、奈良で一泊しまして伊勢寺へと入ります。途中わけのわからん大阪のしゃれ言葉を言ったりするのが延べになります。腹が減ったので峠の二売り屋で一服をします。村雨、庭雨、直雨などの酒臭い水を飲む、おなじみ二売り屋の一場面でございます。その後は七度狐へとつながります。また延べから別の道を取りますと村祭りを見る方へ、おかしげな見せ物小屋を見て回るもぎ取り、軽技を見舞する軽技へとつながります。その後お杉とお玉の下りがありまして、伊勢参宮を済ませます。ここまでが東の旅の往路、つまり行きでございます。さて帰りはと申しますと、桑名船から東海道へて近江幕慶を見物、大津の宿に到着、宿屋町からおなじみ古武弁慶、琵琶湖を渡って東山から京都へ入り、京名所を見物して伏見街道へと出てまいります。ここで帰りの土産を買い求めまして、大詰め30石船で大阪へ下るという話になっております。この伏見街道で買い求める土産物の中でも代表的なものが伏見人形でございます。郷土玩具の一種で、伏見は稲荷山の土で作られる日本の土人形の代表的なもんやそうで、この伏見人形を真似た人形が各地に広がったんやそうです。伏見稲荷にちなんで狐、馬、根牛などを素焼きにしまして、それに色彩を施した板って素朴な味わいが庶民に親しまれ、文化文政の頃には名人の手になる作品も多かったということでございます。さて30石船でございますが、お米が30石詰める船というんで30石というんやそうで、船の長さが今で言えば17メートル余り、幅が約 2.6 メートル余りあったそうです。江戸時代大阪は天満の八軒家と伏見の間の大川、つまり淀川ですな、ここを上り下りした船で、別名を柏船と言うたんやそうです。柏とはつまり関所のことで、何と申しましても伏見は京阪を結ぶ交通の要所、徳川幕府の上方における要のようなところですから、柏奉行の支配下に置かれて淀川を上り下りしたらしいんですが、この柏船にもいろんな大きさの船があったそうです。そのうちの30石積みの船だけを客船専用として、上りに1日または一夜、下りは半日または半夜の工程やったそうです。またこの30石船の船頭さんというのが、もともとは広島の塩船の船頭さんやったそうで、京阪を行ったり来たりしますので、各地の言葉が混ざって存在というよりはもう乱暴で、今はもうそのようなことはございませんが、当時は客も荷物も一緒ごたに扱うたとか。まあこの30石という話は上方では昔から屈指のおネタで、江戸時代からある話で、江戸末期から明治の初めへかけての落語家の大家、初代桂文枝という方が集大成いたしまして、得意にしたはったわけでございます。この方が当時のお金でなんと100両という大金でこの話を質入れしたという有名な逸話も残ってございます。それでは30石夢の通い路、
どうぞごゆるりとご鑑賞くださいますように。お付き合いをいただこうというわけでございますが、まあ今はどこのところへ行く、遊びに行く、まあ、大変なレジャーブームでございますが、この江戸時代といいますか、昔はそういうわけにいかなんだそうでございます。ちょっと他へ出ていくにしましても、この関所というのがございまして、通行手形がなかったら寄席はいけないという時代でございますんで、ところが簡単に通行手形が手に入る方法というのは一つあったそうでございます。これは何かと申しますと、お伊勢さんへお参りするという、この口実が良かったそうでございますね。大変、神を尊ぶという時代でございますから、ちょっとお伊勢参りでございますということになりますと、はいどうぞと言うて、通行手形が手に入ったんやそうでございます。天保元年には1年間に全国から500万人がお伊勢さんへお参りしたという記録が残ってるんやそうでございます。まあこれは本当は伊勢参りというのは半分ぐらいで、あとはそれで物見遊山御所あっちこっちを見物して、そして、楽しんできて、なんとなく赤を落とそうというのが目的やったそうでございますね。昔はこの旅に出まして、乗り物に乗るということになりますと大概決まってございます。カゴに乗っていくか馬に乗るか、それが違いますと船に乗って旅をしたんやそうでございますが、ここにございました馬の太田二人の男、お伊勢参りをいたしまして、帰りは大みじを取りまして、今日見物をいたします。その後は伏見で、置物の人形の一つも買い求めまして、帰りは30石に乗って、大阪へ帰ろうというので、伏見の寺田屋の浜までやってまいりますと、番頭さんまたおなごさんが大阪へ帰ろうという方を一人でも行さん乗せないかんというので、大きな声で呼び止めております。あんさん方おくだりさんやございまへんかいな、あんさんおくだりさんやございまへんか、あんさん方おくだりさんやございまへんかいな、あんさんおくだりさんやございまへんか、あんさん方おくだりさんやございまへんかいな、あんさんおくだりさんやございまへんか、あんさん方おくだりさんやございまへんかいな、あんさんおくだりさんやございまへんか、あんさん方おくだりさんやございまへんかいな、あんさんおくだりさんやございまへんか、あんさん方おくだりさんやございまへんか、あんさん、あそこの顔色の悪いあんたくだらんか、3日前から消してまんねん。お前何言うてん、この人が親切にな、わいの顔色が悪いさかくだらんかって、お前3日前から便所いてん。そうやないがな、大阪へ行くことをくだるとこういうねん。あそうかな、大阪へ帰ってくだります。それ丁寧に言わいでめ、あとすぐに船は出るかいな、もう間もなく出るんです、どうぞ2階の方でご一服を。そうか、あげてもらおう。2階上がりますと、これから大阪へ下ろうという方がたくさんに待っております。待つ間っていうのは退屈なもんと見えまして、いろんなことをしてな、国名に旅日記をつけてる方があるかと思いますと、ぐらっと横になって旅の疲れを癒してる人がございます。天やもんを取って一生懸命腹ごしらえしてる方があるかと思うと、中には伏見で買うてまいりました人形の置物、それも牛の、うちに帰って荷造りときゃええんですが、退屈なもんと見えまして、紐をほどいて触ってるうちに牛の角をバーンと折って慌てて引っ付けてる人があるという
こんなもんなんぼ折れたもんひっつけようと思ったかてひっつくわけがないんですが、人間っていうのは面白いもんでね、必ずそういうことを一変するんやそうで、皆さん方でもご家庭でご飯食べてて茶碗落として割れたいたらすぐほかす人はないんでね、どういうもんか一変は集めるんですね、こういうので一つなかったら必死に探してね、で元通りの形になったら納得して手離してバラバラになるという、ああ妙なもんです。人間というのはいろんな癖があるもんです。例えば焼き芋食べるのにじーっと横向いて食べる人はね、必ず自分のかぶり口を眺めながら食べるんやそうで、どういう感じになるか一遍サンプルでやってみますと、自分のかぶった口を眺めなんだら次食べんという、まあ、これなんかまだ綺麗な方ですけど、鼻かんですぐほかす人ないのね、必ずあれ一遍開けてみるという、汚いの分かっててしまったからな、まあまあ鼻ぐらいやったらええですが、ちょいちょい便所でやる人います、朝こうやって、いやまだついてあるか、慌てて拭き直すって、人間っていうのはいろんな癖があるもんで、いろんなことをしながら余っておりますと、番頭さん手に矢立てと帳面を持って上がってまいりまして、へっどなたも長いことお待たせいたしますと、もう間もなく船が出るんですが、恐れいるんです、あんさん方の男のとお名前ちょっと聞かせていただきとおすねんけど、いえいえ手前の方が後で役場の方へ届けるんです、夜中に天をおっしゃる方がおして、役場の方から手前どもがよう叱られるんです、人と天をおっしゃらんと本当の男とお名前とちょっと聞かせていただきとすねんけど、あのが名前から言うさか一つ書いてくれるか、へいへい書かせていただきます、男どちらどすいな、大阪や、へいへい大阪市東区、東区今橋通り2丁目、今橋通り2丁目河野池前衛門、河野池あの今 おっしゃっとくれましたん、どちらハンドスイな、ああわっしゃ、あの手前でも河野池の旦さん大変ごひいきいただいてよう存じております、河野池の旦さんもうちょっと背が高かったように思うんですが、ああお前が言うとる背高かったんやけどな、なんせお前この長旅で歩きすぎてちびて減ってん、下駄みたいにおっしゃるな、一つおなぶりにならんように、そちらの旦さんはおいどんかの、おいどんは鹿児島県鹿児島市本町通り2丁目16番戸お西郷隆盛、西郷隆盛そんな人おえへんけども、西郷引くもりそんな人もおえへん、一つおなぶりにならんように、そちらのお女中はわらわわてるて姫、えらい人出てきたで、てるて姫やて、そちらのおばあさんは自らはおのの小町、汚いおのの小町やな、自らやれん塩辛みたいな顔して、そちらの盆はむちゃちぼうペンケ、お子たちまでなぶってのはんねや、そこのご出家はあぐそうかな、あぐそうは高野山弘法大師、これによりますは円光大師、オンアボキャベロシャノマカムダラハンドガジンバラハラハレタヤオンゴ、真言経を21遍唱えるでそれかけ、え帳面真っ黒けやもん、一つもおなぶりにならんように、おいバンド、おい丁寧に言うさか、人丁寧に書いてくれるか、あ丁寧結構です、どちらどすいな、えがいくで大阪より、大阪より三里南あたる泉州境、それと初めから泉州境によろしおすぎ、物事丁寧、丁寧すぎまんがな、へえへえ大道九軒の町、あ大道九軒の町包丁鍛冶、包丁鍛冶菊一文字四郎兼高、菊一文字四郎兼高本家根本、本家根本梶本平兵衛、梶本平兵衛名古屋市新町通り2丁目、ちょっと待っとくやしゃ、名古屋市新町通り2丁目同じく支店、同じく支店女房さよ、女房さよせがれ万吉、せがれ万吉、もし今書いたんこれ何度すいな
あ、それか。いや、今度な、堺から名古屋の方へ包丁の店出そうと思うねが、チラシのところがけそれで分かるやろか。うだうだおっしゃれ。誰がそんなもんかけおっしゃるの。なぶらんように。おい、もう一つ名前だけで堪忍してほしいねんけどな。どなたさんに限らずお名前だけで結構でおますさかい、どうぞ言うとくんなあれ。名前から言うさかい、頼むで。竹内秀夫や。へえへえ、竹内秀夫。長谷川保つ。長谷川保つ。中川清。中川清。河合はじめ。河合はじめ。高田利信。高田利信。畑富夫や。畑富夫。倉本力。倉本力。井上力蔵。井上力蔵。松岡隆。松岡隆。藤原喜一。藤原喜一。長嶋茂雄。長嶋茂雄。今の書かせていただいたのどなたはんとどなたはんですいな。え、こなたはん一人やけど。一人だとぎょうさん名前書きましたで。あ、それか。いや、実はな、うちの親父今年死んで3回忌やん。茶の子配らないかねけど、今ので何件ある。うだうだおっしゃる。あ、番頭さんびっくりして下へ降りてしまいます。しばらくいたしますと、あ、下の方から船頭さん大きな声でどうしまーす。あご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 どうしまーす。この声がかかりますと、みんながどやでやどやでや宿を降りて船へ乗り込みます。旅慣れた方などはこれからゆっくりとお帳座入って着物の一つも着替えて、下へ降りてまいります。下へ行きますと、お宿屋のお名越しさんが、どうぞ静かにお下りやす。まだまだ船は出会いいたしません。1番が出た後すぐに2番が出るんです。どうぞ静かにお下りやす。まだまだ船は出会いいたしません。どうぞ静かに。あ、旦さん、旦さんのお弁当の中に高野豆腐が入っておすにゃわ、汁がこぼれたらいかんと思ってよう絞っておすけども、せっかくのお召し物に汁がついて汚れたらいきめへんよって、こうしてわらびなで下げて帰れるようにしておますので、どうぞ下げてお帰りあそばせ。どうぞ静かに、どうぞ静かに、ありがとうございます。どうぞ静かにお下りやす。まあ、旦さんご無沙汰いたしております。まあ、ボンでございますかいな。まあ、ようきなり遊ばして千年お越しいただきました時は、まだオンバドに抱かれておいでやしたのに、こない大きなり遊ばして、また先ほどにはめいめいにご祝儀頂戴いたしまして、ありがとうございました。どうぞ静かにお下りやす。どうぞ静かに、どうぞ静かに、お静かにお下りやす。はい、何言うとんねん、あれ。何言うとんねんと、お前、つまり頭の上から お静かにお下りやす言いながらベンチャラ振りかけとんねん。さようなら。お前何しとんねん、それ。いい、お静かに振りかけてあげ、さようならちょっとゆすり込んでね。もうそれしょうもないことせいでねえねや。早いこと船乗り込みな。船乗り込みますと、しばらくすると今日のおなごさんが土産物を売りにやってまいります。おみやどうだそう、みやおかいやそう、ちりにあんぽんたんよろしおすか。西のといがみやどうだす、まきずもちのおいしいのはよろしおすか。おみやどうだそう、みやおかいやそう、おちりにあんぽんたん、あんたあんぽんたん。そっち行けだ。何怒ってんねん。人の顔見てアンポンタンちゃがんねん。いや、アンポンタンちゅう歌詞売りに来てんねや。そんなケテな歌詞があんの。カチバチパーッと膨らまして、砂糖の衣がついたら、これを俗に東山アンポンタンとこない言うな。おお、そんなこと言うの。な、西の問い紙っちゅうの。あ、西の問い紙、これは京で西の問い紙、大阪で好き直し、東行き浅草紙とこう言うな。えれ、名前が変わんねんな。まあ、名前が変わるちゅわけやないけども、都内が違うな。何話の足も伊勢で浜尾っちなこと言うさかいな、の落ちるっちゅうのは、まあ、今日は言葉が丁寧な、ちり紙のことを落ちりとこう言う、な。今日のやつはみんな落ちりで落ちり吹くの。そんなこと言うにやないがな。かえ、お前そっち行け、こら。まあ、あんさんのお声一回お声どうすこうと、ねんがしてけっけに一回お声で大きな声って言え、大きな声と。そんなことを言ったかって、今日の言葉仕方がない。今日の言葉仕方がない。今日がどれだけこら偉いね。今日は王城の地どすえ。先生やろ、青もんばっかり黒てるさかい、王城の地じゃばか。まあ、あんなことを言いやした、
今日は一条から九条まで法華経不問もが覚えとすえ。そんなもん覚えんとな、いっぺん道の意思を覚え、歩き抜くってかなんわ。まあ、今日の御所の砂をつかみてみ。何を？今日の御所の砂をつかみてみ。何ぞなんのんかい。どんな一回起こりでも落ちるえ。しゃあもね、それと大阪の造営局のいっぺん金つかんでみ。起こりが落ちるんですか？首が落ちる。まあ今日のおなごの言葉聞いてたら生たれてるさかい、むかみ出すんや。心当たりで一つ寝てこましたらよってしょい。おお、お客さんよ、先導の通り道に寝なった邪魔になるってどきなあれっちゅうに。おお、お客さんよ、先導の通り道に寝なった邪魔になるってどきなされて。あいたあいた、こら先導だったらお前客の頭どつくやつがあるかい。おお、お客さんよ、わし先導しておりますがの、お客さんの頭どついたりしませんでの、邪魔になるでどきなされとつきゃお前の頭がなったんじゃろ。それ何逃がしたがんねん、人の頭どついてってなったんじゃろ。何もどつきゃしませんき、邪魔になるでどきなされとつきゃお前の頭がなったんじゃ。ようなるどたま、ようなるどたま、人の頭太鼓みたいに逃がしたがんねん、どつきゃあったわい。何もどつきゃあしませんちゅうに、どついたちゅうに、どつきゃあしませんちゅうに、どつきゃあったちゅうに。おお、お客さんよ、わしどつきゃあせん、どつきゃあせんちゅうに、おめえどつかれた、どつかれたちゅうの。ほんなにけ、どつかれたちゅう確証も持っとるけ、確証も。お前らどこぞの世界どつかれるのに、証文書いてどつかれるわ、あるかい。どついたちゅうに、どつきゃあしませんちゅうに、何かしてけっかね、何もケツかきゃしませんちゅう。おお、ガーグ、おる客人とらまいていつまでからこっとるかの、このガキャママ。おお、お客さんよ、国から出てきてまあもないことじゃで、まあこらえまよ。いいよ、お前みたいに言うてくれてわかんねんで、こいつみたいにやで、人の頭どついていて、ようなるどたまって太鼓みたいに抜かすさかい、向かってくんや。そこ国から出てきて間もないことであれ、まあこらえまゆっちゅに。いいですけど、お前みたいに言うてくれたら分かるっちゅうてんねやね。俺かってお前銭出して乗ってんねや。あ、銭出して乗ったら俺客やで。おお、お客さんよ、あんた銭出すうちになったの。こんなふうに専業船じゃありゃせんで、銭見ないもらいますでの。わしさっきからこらえまよ、こらえまゆっちゅう。あんたどうしてもこらえられんか。こらえられなきゃこらえられんと、このガキ抜かしてみ。どたまかちまく、あー怖っ。案内人の先導のが怖いねや。なんか言うてな、お前もいかんがな、大体お前先導の通り道に寝たりするさかいや。ちゃあ俺なってきた。ああ、先導にはどつかる、お前にはぼやかる、俺の達成がないな。まあまあそういいな。ああ、先導ちなあんながらい言葉つこてるけど気はええもんじゃ。昔から言うやろ、ああ、まかた先導落ちの人って。みんなあれ言葉荒いね。まかたでもお前馬の手綱持ったら年中口きたのにぼやいてるが、ダッ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 、このわけ長い面さらして腫れ倒せな、スネップチいがんでがなって、要はあれだけむっちゃ言うてで、長い面さらしててお前馬の丸顔見たことあるか。スネップチいがんでがなって、いがんでるとかうまいこと歩けんねん、まっすぐやったらシャチくばって歩けんってのもん。あー、あれがやで、優しい今日言葉でまかた馬をおったらどないなる。ちゃいちゃい、何しとやすな、アホくさ。あんたのお顔、一回お顔どすこと。おみやいがんどすがな。まあ、そうどすかって寝てまうけど。先導にしたかって、邪魔になる、どきなされとこう言うさかい。これだけ大きな骨がギーッと回って動くってなもんや。なあ、先導、じゃがいしあこわ。お前のために俺まで怒られてんや。おお、先導、乗り合い決まったらぼちぼち船出せよ。どうしまーす。おお、お客さんよ、往生中屋で一人おたぬき申しますっての。何を？往生中屋で一人おたぬき申しますっての。ああ、せっかくやでな、せんと、とってもこれ以上乗られへんで。そうこう、往生中屋で一人おたぬき申しますっての。いなもぬぬちゅうてもあかんちゅう。見てみお前、ようこれだけ冷たなっちゅうんや。これ以上乗せようと思ったら、まあ頭からスープラパラッと振って
上バラ乗せて、でその上乗したらどないや。あんたまた寿司みたいに言いなさるの。寿司みたいに詰め込んでるやないかい。そう工場中じゃで一人おたぬき申しまって、ぬいやぬっつってもあかんっつうの。もしもし、先祖があない言うてこと分けて話してんやおまへんかいな。なんとか一人乗したぎまような。あんたもおかしな人でんな、乗したぎまようて、これ以上どこへ乗せまんねん。あさそれだんねや、ここだけの話でけど、そのお嬢中ちの私最近宿屋で見たんだ。年の頃なら22、23、ほらべっぴんさんです。おそやか、あんたらどうしても乗せんちゅうんやったら、私が責任持ってそのお嬢中大阪へ連れて帰りま。連れて帰りまって、こんなもんお前乗られしまへんが。さあそこだんがな、おなおっさんがちょっと入ってきましたろ。私が優しいに声かけたいまんねん。姉さん姉さん、ご覧の通り船はいっぱいだ。姉さん一人割り込んで座るっちゅうわけにいきしまへんけど、姉さんさえよかったらどうです。私の膝の上で辛抱しやるしまへんか、とこう言うと、姉さん、まあさよか、えらな厚かましおまけど、そうさしてもらいますさ。こっちへなれこっちへなれ、みんな根性の悪いことばっかり言うてまんねん。私が大阪までちゃんと連れて帰った今、私の膝の上乗んなあれ、ポーンと足割ってポーンと割って、そっち向きゃお前こっち見てこっち見て、おでかいさんなりさんなり、でね、揺れた油まさかここじーっと持ってなあれ、私も姉さんの腰あたり抱いてますよって。で眠となったらね、ここへ持たれて寝とうくんなあれ。まあそんなことしたら、せっかくのお召し物に髪の油がついて汚れます。何言ってないね、こんな着物の一枚や二枚どっちかと。お前なんでしたらね、ここへ来らして私手ぬぐい当ててますかい、持たれて寝とうくんなあれ。さよか、それやったらそうさしてもらいますさ。今回私もね、眠となったら姉さんの心当たり持たれて寝させてもらいますさ。ほならそないしまよか。しばらくすると船が出る。船が出ると貝から牢に変わる。牢に変わるとどうしても船がガブるよ。たとえ船がガブろうが揺れようが、私と姉さんはしっかりと抱き寄って決まりあった。こないなりまんねん。いや、あんたうまいこといきまんねんな。それからどないしなんねん。この船が天満の八軒家へどーんと着くと、まあ兄さんいろいろお世話になって大きいありがとう。何言うてなあね、このぐらいでべえ言われてたまにまっかいな。そらそうと、どこまでお帰りになりまんねん。ええ、いや姉さんは私抹茶町泉町ちょっと上がったとこでね。あさよか、よてうち旧法事でね、同じ通りでな。だったら一緒に帰りまよか。なそないしまよか、歩いて帰るのもなんですかい、車で帰りまよか。ええ、そないしまよ。車やはん車やはん。あんたどっから声出してない。相乗り車一台、車ゴロゴロゴロ、火事棒ゴンと下ろして止まりやる。さあ、姉さんからどうぞ乗っとくなれ。まあ何おっしゃいますやら、どうぞ兄さんから。そんなことおっしゃらんと、姉さんから、いや兄さんから、姉さんから、兄さんから。こんなこと言うててもキリがおまへんさけ、だこないしまよか、二人一緒に乗りまよか。うん、なそないしまよか。ひえくのびってポーンと車に乗る。車やはん、ほろかけと、ほろがシューと降りてきよる。相乗りほろかけ、ほっぺた引きつけてくれっつーのぽー。おい船頭、気違いに乗ってるぞ。掘り上げてしまえ。車がゴロゴロ。あんたまだでっかいの。抹茶町気づいまっちょっと上がったとこで車が止まる。おなごはん帯の間からお金を出して相手に渡す。車へシューッと帰ってしまうよ。表の戸をトントンとあたたたくと、奥からおなごさんが飛び出してきて、まあごりょんさんお帰り遊ばせ、昨日お帰りかと思ってお待ちしておりました。うん、昨日帰ると思ったんやけどな、雨で一日遅れたんやわ。いいえな、この方に船の中でえろお世話になったの。あんたの方からもちょっと礼言うと、まあさいでおますかいな。うちの主人がいろいろお世話になりましてありがとうございます。どうぞ中へ入ってご一服を。いいえ、私ここまで送らせてもらったらもう十分だ。そんなことおっしゃらんと、どうぞ中へ入ってご一服を。あさよか、ほなまあ中へ入れてもらいますさと。私が座ると、まあそこは8時か、どうぞ上の方へ。ほなもう遠慮なしに上へ上げてもらいますさと。私が座るとしばらくするとお茶が運ばれる。飲んでみたら渋いお茶、後から出てくるのがお菓子、食べてみたら甘い甘い菓子作って渋い茶飲んでると、おなごはんがおなごさんにちっと目で合図しな、目は口ほどに物を承知いたしました、ぽいっと飛び出して、しばらくすると若い衆がさばきえばこ下げて、毎度大きにミツバチもしっぽくの上をきれいに吹いた自分にそれが並べられて、ああどうこの胃が湧いた。そこへ配線をキュッと乗せながらチブリーンチュリーンとボーンと。あんたようしゃべる人でんな。それなんだんねん、それなんだんねんって、つまりおなごはんがまあ様子して歩くと配線の湯が揺れてちゃぶりんと、浮いてたチョコが縁に当たってチーンと、で沈んでドボン。細かいでんな。
まあ何にもおまへんけどどうどうしたと、いいわてこんなん痛がるしめ、何おっしゃいますやら、まんざらうちのお酒に毒も何も入ってやいたしません、どうどう一つ、あさゆか遠慮するのも何ですが遠慮いっぱいいただきますさと、ふっとわたいが飲んだやつを姉さんに返す、まあわたいもあんまりいたからしまへんけどせっかくでございますさかに一ついただきますさと、くっと飲んだやつがわたいどこへ帰ってくる、わたいが飲んだやつを姉さんに、姉さんのがわたいやったり取ったり取ったりやったりしてるうちに姉さんええ具合に酔うてきて、目の縁ほんのり桜色具合も酔うてきてほんのり桜の可愛色ねえ、それ可愛色って言われて、色黒いさか可愛色でんねん、もうええ具合に酔ってきました、ぼちぼち私失礼させてもらいますさ、まあなんでっかいな、慌てて帰らんことに、誰とお家で角の生えた方でも待ったはりますのかって、いえなあ待ってばっかいな、うちで角が生えてるみたいなんだ、でんでん虫かカタツムリみたいなもんで、まあ、それやったら何も慌てて帰らんかって、もうちょっとゆっくりしはったらどうでございますほんで言葉に甘えて今晩止めてもらおうあんたようしゃべりまんなそれ何だんねん、あそれ何だんねん、何だんねんって、つまりおなごはんを膝屋の上へ乗せて大阪へ帰った時の心づもりでんがな、えげつない心づもりやな、おーお客さんよ、往生中の荷物じゃ取ってやっとくんなあれ、おっと、お嬢中、わいの係になったね、わいの係になったね、誰にも渡していかんて、誰にも渡していかん、わいとこへ、わいとこへ持ってきて、わいとこへ、よし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 、なあ、この荷物が大阪へ帰っていっぱい飲むときの手つきになったからね、なあ、みんな、けなるいことおまへんか、あやかれるように一品頭の上いただかしていただきますさ、おたくなね、大事なもんや、ここへ、ちょっとこうか、よっと、しょっと。はいはい、親切なお方どうぞよろしゅう、もしお嬢中来やりましたね、そこであれおばんでんがな、おい船頭、お嬢中は、おそのお嬢中じゃ、そこでこれお前おばんやないかい、おばんでもお嬢中じゃ、まああんたあのおばあさんしっかりと膝抱いて大阪へ連れて帰んなあれ、家であんなん、あんなおばんどことのすまくたい掘り込んどきな、まことにすません、私の荷物、あおばあさんの荷物か、えこの人親切に頭の上釣ってくれてありま、ちょっとおろしとくなされ、おばあさんあらなんや、はいはい、家のしの旦那さん親切なお方、年寄り船で死死するのは危ないと言うて崩落に砂入れてくださったな、あれおばんのおまるか、おまるみなにいただかしがんの、まずあれ皿やろな、はいはい、今いっぺんだけ蒸したんねや、もうその汚いもん釣ってんとおろしいな、おろすで、あパチン割れた、と何をすんねんな、遠藤乗り合い決まったらぼちぼち船出せよ、どうしますー、乗り合いが決まりますと船頭さんもやずなをといて歩みを一つあげてしまいます、貝を一つパーンと張りますと船は大海、船をとも下げにいたしますとゲレーと回ります、二丁の牢には必ず四たりの船頭がついて腕に寄りかけてこぎ出しちゃった、やれんとしょいよ、しばらくいたしますと船頭さん今船が出たという合図で大きな声で船歌をお歌いになります、いやれ伏見中条島な泥島なれどよ、なぜに種目まちゃなやぶの中よ、やれさよよよ、この船
船歌が聞こえている間は遅れてきた方もこの船に間に合うたんやそうでございます。あ、中小島の橋の下までやってまいりますと、橋の上から中小島のおなごさんが「貫禄さんへの上り会の下り会の」ねえ、にごきょる、長年船頭相手に商売しくたって上り下りがわからんやつがあるべ。船が下向きゃ下りに決まっとるわい。我みてえそうゴツ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 言うもんじゃありゃせんわい。上り下りがわからんうちが花じゃでろ。ねえ、にごきょる、我またガッテンガッテンちゅうて、おなごに銭取られとるんじゃろ。あの現在用意しきりなんぼじゃ、あ、300、わあ恐ろしいの。わしは300ありゃ米買うでの。米買いと泥買いが一緒になったりするかい。しかしまたあの現在目と鼻の置き場所町のとるぞあれ。ああ町中じゃでいいがな、あら山の中なら漁師が鉄砲で撃ちよるぞ。そうえげつの言うもんじゃありゃせんわい。おなごは顔じゃありゃせんで、また他にもいいとこあるでの。いやいや、抜かしとる、ガッテンガッテン銭取られるくせに。昔から言うじゃろうが、何よってそう立て食う寿司も寿司寿司との。なんじゃその立て食う寿司も寿司寿司っちゅうのは。いや、巻いた寿司もありゃ押した寿司もあるとの。いやよく言ってる。それも言うなら立て食う虫も虫虫じゃ、どっちも間違ったでしょ。いやいやりー大抵ねもうせでな糸まもくれずよ。これじゃ港のなかがり船よやれさよよよ。貫禄さんへの、おい、大阪へ行ってやったらな、大暮れの瓶つけ買うてきてや。何を脱がしとる、我のどたまに大暮れの瓶つけ似合うもんかい。魔のクソでも塗っとけ。たさぶろよ、我こないだ大阪へ行った時に妹に神田しかうで銭かあせちゅうたの。あれ妹に食うたんじゃなかろう、最前の現世に食うたんじゃろう。そうじゃろう。おーい現世よ、我こないだわさぶろに神田しこうてもろたじゃろう。顔はこうして隠しよるぞ。ガシだろガシだろ、ほんとしょいよ。やれーよどのあてのな千両の松はね、おらず買わずでな見て千両よ、やれさよよよ。お客さんよ、あんた泊まめぐって何しなさる。なんじゃって、チャークレってか。船に乗りゃすぐにチャークレチャークレ言いなさるでの。お前らに飲まくために沸かした茶じゃありゃせんで。飲みたけら勝手に飲め。何邪魔くさいってか。おへえ、こっちも邪魔くさいわ。なんなら川の水飲んで土台もになれ、土台もに。ほんとしょいよ。やれよどのあてのな水ぐるまよ、誰を待つのやらくるくると、やれさよよよ。
往生中尻めくって何しなさる、何じゃってバリはじきなさるって恐ろしいじゃのう。船にかかりゃ船玉様の罰が当たるっての。尻川へぐっと突き出して、いや川の中じゃ誰も見るもんおりやせんで、遠慮せんとぐっともっとぐっと出すのじゃ、もっとぐっと白いケツじゃドボン。おい、補助中のケツ見てハマるやつがあるんだよ。上がってこい、上がってこい。おい、やれ、ここはどこじゃとな、先導衆に問えばない、ここは平方な神や、おらよあれさよよよ。この時刻になりますと、船中は白川よ船三十国夢の通いでございます。